島に着いた日だったら戻ってきた。綾乃そろそろ起きなさいよ。で、綾乃起きてるのなら先に言いなさいよ。今さっき起きたんですけど。いや一日中隙間の中にいて暇だったんですよ。ゆかりの仕業ね。ところでフランっていうレミリアの妹が持っていたものがあるんだけど、これ見覚えない？見覚えがないです。何ですかこれ。これってゆかりさん、これ知っているんですか。あやのこれ持って大至急迫力ロールして。わ、わかりました。霊夢さん、ゆかりさんがこれを持ってすぐに迫力ローに来いと。ゆかりがマリサと一緒に行くわよ。マリサちょっと待て。あやの起きたんだな。霊夢なんの用だ。ゆかりがこれ持って至急迫力ローに来いって。ゆかりが、まあいいが行くか迫力ロー。それじゃあお邪魔しました。それじゃあ行くか。この階段を登ったら迫力ロウよ。意外と階段がきつい。おや、霊夢さんにマリサさんどうして迫力ロウに。ゆかりに呼ばれたからよ。そうですか、それではご案内しましょう。その方はどちら様ですか。幻想入りしてきた綾乃だぜ。はじめまして、コンパクヨウムです。冥界迫力ロウで剣術指南や危険に足をしています。秋月綾乃です。よろしくお願いします。ここが迫力楼です。ヨウム連れてきてありがとう。はじめまして、私は西洋寺ミミコ迫力楼の亡霊よ。よろしくね。ゆかりはどこかしら。ここにいるわよ。ゆかり、これについて話してもらうわよ。そうね、話しましょうか。これは幻想炎夢の右腕よ。ちょっとゆかり、幻想炎夢って。あの幻想炎夢って一体何ですか？大昔の幻想郷にいた、実在する幻想郷の神話の獣よ。幻想郷の賢者たちと世界の神々、初代白霊の巫女は器を使い封印したの。俗に言う人柱ってやつよ。でも幻想炎夢の右腕はなんでフランが持っていたんだ？それはわからないわ。そもそもその右腕が幻想郷に来ることくらいおかしいの。右腕は呪術の世界が管理していたの。左腕は地獄の世界にあるし、右足は幻想郷で管理しているし、左足は神話の世界で保管されているの。器は知らないわ。それどうします？とりあえずは厳重に管理するわ。それじゃあ解散。ゆかりは帰ったし、とりあえずどうする？そうですね、ここって働けますか？時給4500円だけど。働きます。ヨウム、とりあえず部屋に案内しなさい。わかりました、綾乃さんこちらです。ゆゆこ、綾乃を雇って何するの？鍛えるためよ。噂だと反動付きのスペルカードを使って吸血鬼を倒したとか。だからこそ鍛えるにはうってつけよ。私たちは帰るけど綾乃のこと頼んだわよ。任せなさい。ここが部屋です。奥がトイレとお風呂です。何かあれば呼んでください。風呂入ってみよう。